こんにちは、新井です。今日は、決めに行くボレー、スピードの出せるボレーを練習したいと思います。実際試合の中では、確率を重視するあまり、ただ当てに行くボレーで、相手に全部拾われてしまう、そういう悩みがたくさんあると思います。そういう悩みを、解消していきたいと思います。考え方としては、10球当てに行って、10球拾われてしまう、簡単に拾われてしまう、そういうボレーではなくて、3球ミスった10球のうち3球ミスる、4球ミスってしまうけれども、残りの7球、または6球が、決まる、そういう決定力のあるボレーを練習していきたいと思います。実際、このグリップだと試合でこの高さのボールが非常に打ちやすいです。コンチネンタルのグリップだとここが少し打ちにくい、ここに力が入りにくいというのがあります。今回のテーマである、スピードがあって決定力があるというボレーに関しては、続いてグリップの握りの強さです。通常は、ボールが当たる瞬間にグリップを強く握る、それ以外が、脱力しているということを言われますが、非常に自信を持って、打てます。すべてのボールが強いボールで入りそうです。スピードも非常によく出ます。ありがちな、間違いは、ボールをネットにかけたくないあまりにネットの上でフォロースルーが終わってしまう。